まあ、その意味でねやっぱりこの韓国にやっぱり金星あげたいというね、まあ、まずイランにねホームで勝ったということはね、はい、やっぱりホームの一つの強さを持っているチームですから、アウェーには弱いですね。だから今日はねやっぱりホームで、まあ、韓国も甘く見ちゃいけないという相手じゃないかなと思いますね。レバノンはこのホームでこの最終予選2失点以上した試合がありません。まあ、つまり失点しても1点にとどめています。さあキックオフです。まずキックオフ、左から右に攻める白のユニフォームが韓国、右から左に攻めるのがホームのレバノンです。まあ、これがねまあ、レバノンのホームの一つのね、はい、武器じゃないかなと思うんですね。やっぱりこのグラウンドですね。ボールがなかなかこう落ち着かずに跳ねているイメージがあります。さあ井上君前へ抜け出した、シュートを放っていく。いやー今の決定的でしたね。ゴールキーパーハッサン止めました。いやーもう青いで選手点が欲しいところにね、このビゴチャンス、なんかこんなに特に韓国としてこういうスロー、すごいスロースタートっていうの珍しいです。さあコーナーキック、あー危ないですね。今ヘディングシュートを放っていきました。ニアでヘディング打ったのはハイダル、フリーでしたね。さあショートコーナーです。前を向いた、この位置から中に行く、左足でクロスボール、こぼれたところ前を向いた、右足のシュート、ーすごい、レバノン先制。7番マーク決めました。もうホームのレバノンが先制。フェントで決まりましたね。ただね無警戒ですね。韓国のマークはもう本当にボーっとしてるっていう出足ですね。コーナーの次のコーナーの時にもう全然もう不利でしたね、相手の方がね。いやーこれがまたねホームの一つの、はい、レバノンの強さじゃないですかね、先に取るっていうね。前を向きます。とにかくこうボールを持ってる周りに赤いユニフォームの選手たちが多く集まってきます。あーここでホイッスルが鳴る、あーカードが出そうです。まあ、ただアウェーでの戦いというところも考えなければいけない、ね、はい、時間あるんですけども、ちょっとペースが遅いですね。ああ巧みなボールタッチ、最後倒してしまいました。ああ今度こそカードが出そうです。あイエローカード、17番イチョンヨン。もしホームでこういう試合やってたらもうブーイング受けてるんでしょうね。そうですよね。この位置で奪いましたレバノン、大きな歓声が湧きます。縦に仕掛けていく、前が開いた、左足、キーパーの正面でした。その後のボールどちらが拾うか、イドングク落として前を向いた、イチョンヨン左足ポストに当たった。その後詰めていけるか、なんとか体を張りましたレバノン。ボールもしっかりと残しています。まあ、これでね2つ決定的なチャンスものにできてない韓国がね、もっとスピードをつけて両サイドを揺さぶってサイドからの攻撃をどう仕掛けるかっていう、そういう工夫が韓国には必要になってくるじゃないですかね。まあ、ただねこういう引いて守るっていう一つの習慣がこのチームにあって工夫があって、ヘディングシュートよく触った、逆のサイドから飛び込んだイチョンヨン、フリーでしたが左利きのキムチ、キッカー1人になった、そのキムチ狙っていった、キーパー触った。いやーいいキックでしたね今ね。こちらが韓国のベンチの様子です。ここも激しくいきますが体を入れてキープするのはレバノン。右サイドから1人選手が上がってきましたが中を狙いに行きます。奪われた、ここでもう一度奪った、縦に行く、右サイドフリーだ、前を見た、シュートがゴールの上に外れた。これは外しちゃいけないですね。イドングク、レバノンとしてはこの展開でいいわけですよね。いやもちろん、もうゲームプラン通りですね。ここで前半終了のホイッスルです。レバノンはねちゃんとそれなりに気合が入ってやってますよね。こちらがチェガンヒ監督です。ハーフタイムにはどんな指示を与えたか。さあ後半のキックオフです。
左から右に攻めるのがレバノン、右から左が韓国です。中を見ていきます。股の間を抜いた、うまいプレーに大きな歓声が沸きました。こちら9番のハイダル、その同点に追いつくためのね、このリズムをちょっと変えるためにもなんかベンチも含めて、ただ抜け出したレバノン、縦に行く、倒されたか、ホイッスルはありません。そしてこれがその前のシーン、これダイブですね、ダイブして自分で違う相手に肩をぶつけて、あ、そうですねという感じですね。投入されたということは武器になってくるわけですが、それにあんまり頼りすぎるのも良くないわけですね。いや、もう良くないですね。ただ相手引いてますからね。ボールキープ抜け出した、前開いた、結構足技があるんです ね、 そうですね、ほとんど足で防いでるっていう。低いボール、ニアヘディング、いや、フリーでしたけど、これも決められない、なんか全部浮いてますね。奪い返した、このパスはうまく通りそうだ。前線に動き出したイドングクとキムシンウク、両足の裏を見せて、ちょっと危険なプレーですね、これはね。あ、そうですね、はい、イ・チョンヨンは大丈夫でしょうか、かなり激しい、ね、大丈夫ですね。ここまではリードを許しています。まだ一度もレバノンのゴールをこじ開けることはできていません。さあ左サイド9番ハイダル、勝ってきたよ、中へのボール、フリーでした。ちょっと打ち急ぎですかね、5番のカクテヒも上がりました。さあ高いボール逆のサイドを狙ってヘディング折り返した、そらしてシュートを決めることはできません。またキーパーですね、今度はイドングク、ヘディングですぐさま前線、ヘディングもう一度送っていった、前を向いた、この位置にカクテヒ、やっぱりパワープレイできましたね、監督はね。キム・ボギョン、高いボール、ヘディング戻していく、ボレーシュート、キーパー止めました、キャッチした、いや素晴らしいですね、今のキャッチは、すごいですね、おお、すごいです。イグドに変えてソン・フンミンが入ります。一度下げます、ホイッスル、変わって入ったソン・フンミンも183センチあります。誰を狙うか、ニアヘディング、ポストだ、その後は決め切ることができない。これはすごいですね、今日何でしょう、今日こういう日もあるんですね、勝てば勝ち点7になります。もう完全パワープレーにヘディング、いやキーパーもよく勇気がありますね。そうですね、あそこに、あ、前から行きます、奪った、このパスが通りそうだ、つま先のシュートはゴールの左に外れました。今5番のマンスールが準備をしているの見えましたが、そろそろ時間を使うような交代にもなってくるかもしれません。ヘディング、またポストだ、詰められるか、キム・シーブク、決められない、決められない、いやもうあんまり見られないよね、こういう試合ね、もう一度キム・シンウクが競る、こぼれたところシュートに行く、ここにも1人選手がいるが決めることはできません。もう気持ちでもう慌ててますよね、もう余裕がないですね。イ・チョンヨンから右サイドへ、中に送っていきました、トラップした、イ・ドングク、イ・ドングクのシュートもわずかに左。そしてここで6番のシャマスに変えてマンスールが入ります。あー、7分ですか、いやそれぐらいあるでしょうね、アディショナルタイム7分あります、まあ、イランが1対0で勝利を収めたということですので、イランと韓国の勝ち点が10で並ぶということになります。いや混戦になりますね、あ、すごいいいところでファールもらいましたね。誰が蹴るか、チドンオンも立っていますし、イドングクもいる、キムチューもいます、近いからね、今回はね、ドンを外れた、キムチューがいった、ゴールをとうと
残る1点、韓国後半のアディショナルタイムとうとう追いつきました。いや近すぎたね、壁がね、あのフリーキックがね、もう何でもできるっていう、でもいいキックでしたね。そして壁に当たって少しコースも変わりました。変わってますね。あ、そのコースが変わったことで入ったんですね。そしてこのまま行くとレバノンはもう3位以内に入ることもできなくなります。あと、イスマイル2枚目のイエローカードが出ました。レッドカード退場。一気にレバノンが苦しくなりました。キムチューカ、そのキムチューが蹴っていく、壁に当たった。ここで、いや、まだですね、ファウルです。まあ、レバノンはね、もう勝ちに行くよりもう引き分けでも仕方ないという感じじゃないですかね。ここで試合終了のホイッスル。韓国土壇場で追いつきました。1対1。レバノンはこの瞬間3位以内に入ることもできなくなりました。ワールドカップへの夢がレバノンはこのホームの地で途絶えるということになりました。